運命の人だと思った。あなた以上の人なんてどこにもいないよ。もう来ないと思った。自分が何か得をするから好きになったんじゃない。王子様さえ振り向いてくれれば完璧なはずだった。わあ、ありがとう麦ちゃん。お互い寂しい時助けてあげられるね。ねえ、あの人の好きな相手知ってる？知ってる。報われない恋、切ない恋、片思い、それってそんなに美しいものですか？私はそうは思わない。私たちは付き合っている。でもお互いがお互いのかけがえのある恋人。平行線クズの本懐。